名物かまど名物かまどは、香川県境出氏名産の和菓子。または、同製品をはじめ和菓子、洋菓子を製造販売する会社名。9万などとともに、香川県を代表する土産菓子である。香川県下の駅気よすやデパート、空港売店などで手に入る。小麦粉と卵からなる生地の中に手棒豆と卵黄を使った、黄身あんが包まれた。 まんじゅうのような歌詞である。かまどの名は、当地に伝わる行器の伝承による。天平の世のこと、さぬき国阿蘇の海岸に至った行器は乙女たちがうまく、塩を取れないのを見て、彼女らにかまどをつき青松葉を使って塩を作る方を伝えたところ村人は大いに喜んだという。名物かまどの形状も、このかまどをモチーフとしたものである。製造元の名物かまどは1936年に、 荒木屋として創業し、現在では、香川県下に17店舗を有する。キャラクターは、かまどちゃん。香川県及び、岡山県では、CM ソングとともにテレビコマーシャルでおなじみである。過去の CM では、漫画日本昔話の名ナレーター、市原悦子と、常田藤尾が、声の出演をしたものもある。また、西日本放送ラジオの共産番組、 かまどサロン私の見た、香川のエンディングテーマソングは過去の同社のイメージ CM ソングであった。なお、荒木屋という法人は不動産賃貸業を営む関連会社として存在する。などなど、ありがとうございます。